デジモン最終回、コント綺麗に決めてくれました。小学生の定番の妖怪ネタと絡めたお話、よかったです。途中の挿入歌で毎回盛り上げる作戦は嫌いでしたが、全体的には楽しく見れました。個人的にはアンフィモンとカノオ・バイスモンのデザインがとても好き。ゼロツも新作やるらしいし、めちゃ楽しみです。1年半お疲れ様でした。以上、デジモン最終回のお話でした。